日本全国ラーメン食べ歩き、いや違う、ラーメンあんげかやってます。新潟県新潟市西区になります。小針麺屋七平、初めて来ました。すごい人気店でね、なかなかね、でそして駐車場が結構ね止めにくくて狭いんでね、なかなか結構ハードな感じなんですけど、ようやくね来ることができました。はい、止めれました。2024年2月の23日ですね、天の誕生日、意外と空いてたんでね、助かります。今日初めて入ってみます。動画撮影できるかわかんないけど聞いてみます。はい、ペイペイ使えるみたいですね、ありがたいですね。なんか長屋みたいな建物なんですよね、多分繋がってんだよね。靴屋さん、隣は何だろうね、何屋さんなんだろう。前はね天風っていうね、まあ、居酒屋さんみたいな感じだったんだよね。そして七平があります。隣はね炭火焼きのブチですね、焼き鳥串焼き。隣がそして、まあ、生わらび餅のねお店、生わらび餅ドリンクとか、ね、これもねいつか飲んでみたいなと思ってたんだけど、まだね挑戦してないです。時間こんな感じですね、定休日水曜日になりますね。結構中は混んでますね。極め塩ラーメンっていうのが数量限定、塩ラーメンが一番のおすすめ、野菜タンメン、これにしようかなと思ってね、セット、これですね、塩ラーメンにしときます。すごいね、これ水の中に炭が入ってるの、いわゆる備長炭ってやつかな、これもしかして。すごいすごいね、これ。これが A セットです。わー、梅干しと煮卵、チャーシュー、メンマ、海苔、そして、ね、この透き通ったスープが本当にうまそうだね。ほら、うわうまそう。早速いただきましょう。人気店になる意味がわかる。めちゃくちゃうまい。すっごい食べやすい細麺。そしてチャーシューがね、ホロホロで口の中に入れて溶ける感じで。だけどね、香ばしいんですよね。めっちゃチャーシュー美味しい。こんな感じ。
と思うから結構量多いね、うん、結構お腹いっぱいになりそう。いただきます。持ったより薄味だけど、まあ、結構ゴロッと大きめのチャーシューがですね入ってます。あとは卵とそうだねネギとかが入ってるかな、うん、でもすごい美味しい、うんうん、かなりあっさり、うんうん、食べやすい、うん、結構薄めだね薄め、パラパラっちゃほらパラパラな感じ、うん、多分その時その時で作ってるんだと思うんだよね。お肉たっぷり美味しかった。ついスープ飲んじゃうねこれは、うん、あいろんななんかさ出汁が出てる感じ、うん、魚介だと思うんだけどめっちゃうまいね。あーすごい、うん、うまい、うん、これは最高。飲みたいんだけど、まあ、血圧が心配なんでねもったいないけど残します。めちゃくちゃうまいです。全部飲み干したい。ようやく食べることができた初七平。いやうまかったですね。他のメニューも食べてみたいぐらいですね。まあ一番人気と書いてあるものをね、まあまずは食べようぜって思って、まあいつも大概ね、どこ行った時もそうしてるんですけれども、まあそうでなければ大体醤油ラーメンを頼むんですけど、ここまで醤油ラーメンはあったんですけど、まあまあ一番人気が塩ラーメンってことなんだったんでね、はい、梅干しが入ってたんですね。ちゃんと種も取ってあるような感じのね梅干しで、なんかすごい甘く感じたな。結構紀州の梅みたいなそんな感じなのかもしれないですね。あれもアクセントワンポイントでね非常に美味しかったです、はい、極みというね数量限定の太麺の方もですねすごく気になるんでいつか食べてみたいなと思ってるんですけど、でもまあまあでもまた来たらですね今日食べたあの塩ラーメンをまた食べたいなってやっぱ思うね、うん、他の食べたことないけど、で他のもやっぱ挑戦してみたいという思いはありますね。麺屋七平さん、まあ、人気のお店なんでね、現在12時55分僕はまあ12時そうだね10分過ぎぐらいに入ったのかな、入ったんだけども玄関にちょこっとお客さんいるぐらいだったんだけど、まあ結構まあそうだね15分ぐらい待ったかな、現在今出てくるときはものすごい行列でした。まあ今日天皇誕生日でねお休みなんで、まあちょっと遅めのスタートだったりしたんで僕は結構いい時間に来れたかなっていう感じですね。割とすぐ食べれたんでね、はい、そんな感じでございます。まあでもあのまあ見ての通りですね、本当あの琥珀色のスープ透明のねめちゃくちゃうまい。僕ああいうねご塩ラーメンですごい好きだからね、うんやっぱ美味しかったですね、うん、すごい前評判というかね、あえていつも混んでるし仲間なんかからもね美味しい美味しいってこう聞いてたんで、まあ、ずっと行ってみたいなと思ったんだけど駐車場がちょっと狭くて入りにくいというかね、で駐車場も結構いつもいっぱいで、うん、入れないとまあ諦めるんだけど僕はね今日は駐車場割とスッと入れたんでね、あ空いてるじゃんと思ったんで入ったんだけど、まあ玄関のこう扉開けた中にねお客さんがまあ
椅子が全部埋まってるぐらいいた感じだったんですよね。うん。まあ、僕一人だったんでね、まあ割と、まあすぐに通してもらえたんですけど、とてもまあ美味しかったですね。はい。で、チャーシューもさ、香ばしい感じのチャーシューで、まあでも食べるとほろほろ、麺も細麺ですごい食べやすい感じのね、もうツルツル入る感じの麺でした。で、まあ麺も、あの、スープも絡んでね、非常に美味しかったですね。スープ全部飲みたかったんですけどね、やっぱりちょっと高血圧がね、あってね、本当にまあできるだけ、まあ控えて、食べるようにしてます。でもすっごい美味しかった。全部飲み干したかったです、本当はね。チャーハンでね、まあ割とまあ薄めの味付けかなと思ったんですけど、まああのね、結構味の濃いお肉がゴロゴロ入っていてですね、まあすごい食べ応えのあるチャーハンで非常に美味しかったです。はい、また来た時はですね、他の食べてみようって思うんだけど、多分僕同じ A セット、あの、ラーチャンセットに多分すると思う。それが多分、うん、また食べたいと思ったからね、食べ終わってもまた食べたいと思うぐらいの感じのね、美味しさでございました。はい、新潟市西区のね、麺屋七平さん、非常に美味しかったですね。はい、過去にもね、ラーメン食べ歩き動画たくさん上げてます。日本全国ラーメンアンギャなんて呼んでるんですけど、はい、まあいろんなね、全国各地いろんなとこ行ってね、ラーメン大好きなんでね、まあ高血圧を気にしながらではありますが、ラーメンを食べ歩き、またこれからもね、続けていこうと思いますんで、ぜひチャンネル登録、グッド評価、コメントなど入れていただけると非常にありがたく思います。はい、今日はね、天皇誕生日で、まあね、国民の休日ではありますが、僕はあんま関係なくお仕事なんでね。はい。世の中も3連休とかいう方もね、結構たくさんいられるんじゃないですか。めちゃくちゃ羨ましいですけど。はい。僕はもう3つとも普通に仕事なんでね、休みはありません。はい。水曜日以外、ね、水曜日以外は休みがないんで、またこれからね、職場に戻って頑張ろうと思います。はい。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。